さあ総勢18名のキャストスタッフの方々にお集まりいただきましたすごいですよねもう圧巻ですさあいよいよ本日ハイローザムービー h e ー3ファイナルミッションがお披露目を迎えますまずは皆様より一言ずつご挨拶をいただきたいと思います またこの舞台挨拶なんですが全国の映画館にてライブビューイングもされておりますカメラはちなみにあの後ろにあります1台と左右1台ずつ計3台ございますのでぜひご、はいご挨拶を笹野さんありがとうございます皆さんありがとうございますまず初めに本作の企画プロデュース e x i l e ヒロさんからご挨拶をお願いいたしますはいい、えー、ヒロですすよろししくお願ま本当にあのー あの豪華なキャストの皆さん素晴らしいスタッフの皆さんで最高の作品ができたと思うのでぜひ楽しんでいってくださいよろしくお願いしますありがとうございます続いて伝説のチーム無限の元総長琥珀役の明さんお願いいたしますはい、えー、皆さん盛り上がってますかありがとうございます、えー、ライブビーミングの皆さんもありがとうございます えー、伝説の総長コウハを演じさせていただきました明るです、えー。本当にですね、えー、ここにいる皆様と、そして、えー、今日来てくださるうくださったファンの皆さんがですね、えー、こうおファイナルミッションまで、えー、たどり着くことができました、えー。本当にありがとうございます。えー、少しの時間ですがあ、今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。 続いて琥珀の相棒つくも役青柳翔さんお願いいたしますはい本、えー、本日はご来場いただきありがとうございます <laughs>、えー、つくも役をやらせていただきました青柳翔です、えー、ファイナルミッションということでいよいよ公開す完成披露ということで、えー、皆さんに披露することができて本当に嬉しく思っております本日はよろしくお願いしますありがとうございました続いて天宮兄弟次男正樹役高博さんお願いいたしますはい、えー、皆さん楽しんでますか えー、天宮まさを演じさせていただいてますたかるです、えー、今日は短い時間ではございますが皆さんと楽しい時間を過ごせたらと思いますので最後までよろしくお願いしますありがとうございますさあ続いて三能連合会総長コブラ役岩田貴則さんですお願いします皆さん楽しんでますかコブラこと岩田貴則です はい、えー、と今回、えー、ハイアンドロー完結編を、えー、皆さんにお届けできる日が、えー、来たということで本当に、えー、心から嬉しく思っています、えーまあ、本当に3年近くずっと続けてきたハイアンドローなんですけどもついに、えー、今回が最終章ということで皆さんに楽しんでいただける作品になっていると思いますので、えー、ぜひこの後楽しんでいってください、えー、今日は、えー、短い時間ですけども舞台をさよろししくお願いします。ありがとうございました。 さあ続きまして、いよいよですついに本作で本格的に動き出す闇社会のボスクリューグループより黒崎会会長の黒崎君達役岩木一さんお願いいたしますこんにちは、えー、今日はあのハロウィンの仮装の方に行かないで <laughs> 劇場に来てくださってありがとうございます、えー、すごくいい映画に仕上がってますので最後まで見て楽しんでいってください さあ最後にハイローシリーズをドラマから長年支えてくださっている総監督、久保重明監督、お願いいたしますすんん監督の久保でずっと3年間、廃炉をノリさんとヒロさんとここにいるキャストの皆さんたちと作ってきたんですがあの僕はですね、えー、っと本当に「コブラと」と、えー「琥珀」がすごい大好きで。 えー、ありがとうございます。<laughs> なんか急に卒業式みたいになりましたね。大丈夫ですか？<laughs> <laughs> ありがとうございます。そのその二人でまあ二人に思いを詰めて作ったので、はい、ぜひ楽しんでみてください。はい。 監督、あの現場では天宮まさが一番好きっておっしゃってました <laughs> 本当ですか <laughs> 嘘ですついに最終章、このファイナルミッション観戦となりますけれども、明さん今、はい、改めて心境はいかがでしょうかいや今、本当に監督の涙が語っているようにですね本当に3年間という 長いようで本当に短かったんですけどもこれだけの対策を3年間続けるということは本当にえいろんな方々の支えがなければここまでたどり着かなかったですしえまあストーリーとしては「ま h e m ー v ーで琥珀があんなにだだをこねなければこんなに強烈な敵を迎えなくて <laughs> よかったっていうぐらい素晴らしいキャストの方々がですね「e n エンドブス会から。 初め、えー、ファイナルミッションまで出演してくださって本当に多くの方々に支えられて、えー、今日まで来たなって思いますので僕も本当に改めて感慨深いものがあるといいますかたくさんの人に支えられて自分も成長できた作品だなと思っておりますね。